ですね、はい、なるほど。やっぱりプロのドライバーさんのドライビングって本当すごいなって昨日も実感できました。なるほど。はい、ぐらいですね、松浦航介選手がその気になるドライビングで、航介さんそのままお台場ドライブに行っちゃダメだからね。ですから中古車もありですよ。さあそれでは行っていただきましょう。スタートでーす。さあ、ありの実況はお客さん松浦航介です。いきなりアクセル全開。おー、アクセル全開でいきましたね。おでも結構体動きますけど、足回りしっかりしてね、今回はなんか不安定な動きは一切ありません。あそこでやっぱりカーブがついてるのが早いですね。さあ、それは FF の 660cc のターボエンジンを搭載しました L1 オーナーズカップ。現在ではですね、ほんと女性のドライバーも、それから、若手のドライバーも、そして一歩を内装に引退して、そしてその後のですね、楽しみで楽しみによっている、緑の方までね、いろいろな方がこのレースに参加をしてさせています。さあ、全国でですね、この行われているエルオーナーズカップでレース、松浦さんどうしました？それを待って、バックバックを洗いそうか、バックで何やってるの。高橋レーシングじゃないんだから、ここはちょっと刑事物の、うわすごいですね。松浦さんがバックで最後チェックが振られましたけれども、素晴らしいことは振られました。